皆さんこんにちは。こんにちは。D4P レポートボリューム1。今 YouTube で生配信ということなんですけれど、すでに128人の方が視聴してくださってますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの方に見ていただいて。はい。本来はこのイベント、実はオンラインではなくて、実際に皆さんと同じ空間でやりたかったところなんですけれども、本当ご存知の通り、新型コロナウイルスがここまで感染を拡大してしまったので、まあ一時期は中止も考えたんですけれども、オンラインでも皆さんとコミュニケーションを取りながらより優れたこともできるんじゃないのかなということで、ダイアログフォーピープルとしても初めての試みでやらせていただいています。はい、おそらく今日の配信も遠くからご覧になってくださっている方々いらっしゃると思うんですけれども、なるべく同じ場にいるような形でコミュニケーションを皆さんと取りながら今日は進めていきたいなというふうに思っています。はい。で今3密ということが言われてますよね。やはり過度に人が集中してはいけないであったり、環境をきちんとしなきゃいけないということなんですけれども、まあ、テレビなどでも間の間隔を取って自分自身が感染している可能性もあるということを前提に行動しましょうということなんですけれども、申し遅れましたが、ダイアログフォーピープルの佐藤慶と申します。安田夏樹です。で佐藤と安田なんですけれども、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ここは夫婦で一緒の、ね、家に住んでますので、はい、普段からこの距離で暮らしております。でもちろん配信のためのスタッフの方々もいらっしゃるんですけれども、まあ、そちらはある程度距離を取ってこうやって配信をさせていただいています。でそもそもこのダイアログフォーピープルという団体を今回初めて知ったという方もいらっしゃると思うんですけれども、NPO 法人で、メディアをやっている団体です。でダイアログという名前にも込めているように、人々との対話とか言葉をすごく大切にしながら、まあ、世界や日本で起きている様々な問題を伝えるということを主に活動しています。で他にも更新育成事業などもありまして、まあ、やっぱりこういう報道の世界とか、まあ、世界のいろいろな紛争だったり貧困の問題を伝えたい、でもそれを仕事でやるのは難しい、そういうさまざまな夢を抱きつつもなかなか日本では根付いてこなかったものを、僕たちの活動を通していやもうちょっとやってみようかなと、僕も私もこういう活動にトライしてもいいんじゃないのかな、そういう活動もね見せていけたらいいなと思ってやっています。はい、そうですね。はい、日頃の私たちの取材活動だったりですとか、これからどんどん次の発信者を育てていきましょうという活動もですね、多くの方々の支えによって、サポートによって、ここまで続けてこれたというところがあります。まだまだ団体自体発足して間もないというところではあるんですけれども、ね、今なかなか制約がかかって、後ほどまたそういったお話もしていきたいとは思うんですが、海外取材もなかなか叶わない状況になっています。で日本国内での移動というのも今難しい状態にはあるんですが、それでもこうして例えばライブ配信でできる手段だったりですとか、あるいはその遠隔でできる取材というのを続けて発信活動を、今後も継続していきたいと思いますので、これはあくまでもこう第一弾ということで、今後もぜひ皆さんにはいろんな配信をしていきたいなというふうに思っています。はい。でこれオンラインの素晴らしいところがですね、皆さんからのコメントがリアルタイムで見れてるんですね。うんうん、で僕らもこういった試みを始めたのが、今回は本当にまさに第1回目ということなんですけれども、オンラインでもっといろいろこういうことができるんじゃないかとか、やってみたいことがあればぜひ、コメントくださればと思いますが、今外で救急車が走っていらっしゃいますが、無事を祈りながら、続けたいと思います。でここからですね、今日は中東ということで、イラク、シリアの僕たちが今までやってきた取材についての、報告をさせていただくんですけれども、後半は、皆様から、事前にいただいていた質問だったり、このライブ中にいただいた質問にも、答えれる限り答えてみたいと思いますし、まあ、今回時間が限られているので、そこで補いきれないものは、ね、第2弾第3弾と、うん、やるモチベーションにもなりますので、はい、沖縄からとか嬉しいですね、こういうの本当に。さすがです。気づいてくださった方いらっしゃるんですが、安田さんのシリアの耳飾りということなんですけど、そうなんですよね。気づかなかった。これシリアの木工細工の耳飾りなんですけれども、ご存知の方いらっしゃるかもしれないんですが、日本でも寄木細工って伝統工芸がありますよね。でももともとはこの技術というのはシリアからシルクロードを通って日本に伝わってきた技術というふうに言われています。でなかなか現地には今行けない状態なんですけれども、こうやって例えば身につけるもので少しでも、シリアを近くに感じていたいなというふうに思いながら、今日はこれをつけさせていただきました。
はい、ということでじゃあ早速本編に入っていきましょう。はい、ではスライドよろしくお願いします。で皆さんの画面にもスライドが出て僕らが右上にちょっぴり出てる感じになるかなと思うんですけれども、まあ、写真を見ていただきながらいろいろな、写真の背景だったり、説明をしていきたいと思います。で中東の問題ってどうしてもすごく複雑で、まあ、イラクって聞いてもイラク、イランどっちとかシリアって聞いてもどのあたりにあるのとか、まあ、トルコアラブの国なんじゃないのとか、もういろんなこう情報がやっぱり身近でないこともあって、結局中東で戦争が起こってるって言っても何なのかよくわからないんですよね、うん、なんとなく怖い人がいるんでしょうとか危ない人がいるんでしょうとか、もともとそういう地域なんでしょうって思われている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実は歴史を紐解いていくと、まあいろいろなそれぞれの立場の事情があって今こういう戦争が起きているわけであって、もともと何もなかったところにいきなりポッと戦争が起きたわけではないということも分かっていただけると思います。はい、今日進めていく本当にこう 大前提の話なんですけれども、今新型コロナウイルスの影響でもう日々、まあ、テレビだったりあるいはウェブ上でもそうですけれども、そのニュース一色になっていると思うんですね、うんうんうん、でもちろんその一つ一つが私たちの生活に直結することなのでとても大切なものではあるんですが、ただ一方で新型コロナウイルスのニュース一色になったとしても、例えば紛争だったりあるいは難民の方々が抱えている問題というのがなくなるということではなくて、でむしろ例えば、まあ、新型コロナウイルスの影響で各国が国境を閉ざしてしまっていて、逃げようにも難民にさえなれないという方々が現地には多くいらっしゃるということで、本当にこう悲鳴のような声が聞こえてくる時もあります。なのでむしろ今だからこそこういった問題を皆さんに知っていただきたいなというふうに思ってます。はい、ということで中東の、はい、問題の背景について入りたいと思うんですけど、皆さんお昼後で多分ちょっとそろそろ眠くなってくる時間帯だと思うんですよね。あまり複雑なことを話しすぎてもちょっと難しいというか頭が混乱してしまうかなと思うので、かなりざっくりとした説明なんですが、今リアルタイムで先ほどのこちらの写真ですね、ペトラ遺跡ですねという、早速気づかれている方が、はい、シリアの南側の隣国の、はい、これはもう世界遺産にも登録をされていますが、ペトラ遺跡ですね、ヨルダンの遺跡です。ただ、今日はちょっとお話の中心には出てこないんですが、こうした美しい遺跡がある、南側のこのヨルダンという国にも多くの難民の方々が避難をしてきています。はい、皆さんに今見ていただいているのが現在の国境線ですね。いわゆる競技の狭い意味での中東っていうと大体この辺りのことを指します。で僕らが主に取材に行っているのがもうイラク、シリア、ヨルダンといったこの中心地の辺りなんですけれども、この国境線なんとなくもしかしたら皆さんも地図などで見たことがあるかもしれませんが、昔からこの国の形をしているわけではもちろんないんですよね。でこれを少し遡ってみると、これは第一次世界大戦中の、地図なんですけれども、オスマン帝国というすごく巨大な帝国があったんですね。で、まあ、これはかなり末期の方で領土はかなり狭くはなっていますけれども、それでも今のいわゆる中東地域と呼ばれているところに、こういった大きな領土がありました。で第一次世界大戦というのはドイツに対抗する周りの国々の戦争という見方もされますけれども、結局そこに組みしたオスマン帝国が解体されていくっていう構図でもあったんですね。でこの戦争が終わった後、イギリスとフランスが、まあ、当時まさに列強と言われていた世界で最大の力を持っていた2つの国がこの中東地域をどう切り分けるかという、相談をしてですね、これがサイクス・ピコ協定というかの悪名高き協定ではあるんですけれども、この地図を見ると現在のトルコの、国境よりもだいぶ北の方までフランス管理地域が広がっているのが分かりますよね。でちなみにこのフランス管理地域とコモン地域がどういう違いがあるのかというと、もう管理地域っていうのはもう直接統治をしている、でコモン地域っていうのは一応自治を認めつつも、フランスだったイギリス本国がコモンを置くという形の間接統治をするということを構想していました。でこれは実際に実現したわけではなくて、この後トルコで、大規模なトルコ復興運動が起こるんですけれども、その後ですね、やっぱりこの国境線では納得できないということで現在のトルコに近い国境線まで押し戻しました。でその時に、新たに、フランスとイギリスがこういう国境線の分け方はどうだろうかということで引いたのがこちらの図です。でこれはかなり今の、
国境線に近い形にはなっていますが、このシリア、イラク、どちらも委任統治領と書いてますけれども、独立国ではありません。この時はまだ植民地だったんですね。で、この後独立運動が起こり、それぞれが国になっていくわけなんですけど、ちょっと興味深いのが、これ一個前に戻った地図なんですけど、イラクの上の方、フランス顧問地域になっているところの一部が、次の案ではイラクに入ってますよね。イギリス委任統治領。これなぜかというと、このフランス顧問地域にあったモスルという町がですね、まあ、石油の産出地だということが分かり、イギリスは、そういった石油の重要な産出地を全て自分たちの委任統治領に組み込むという線を引き直した結果、こういう形になりました。で、シリアはフランスの統治を引き継いで、その後独立を果たすんですけれども、その独立の仕方っていうのもフランスと完全に縁を切って独立したというわけではなくて、まあ、統治のシステムだったり軍のシステムはフランスをそのまま受け継いでいる部分があるんですね。で、植民地統治の一つの方法として、まあ、少数派が権力を持ち、まあ、大多数派を支配させる。そうするとその少数派がですね、どうしてもそのバックにいる宗主国に頼らざるを得ないという構図が生まれるんですけれども、そのまま少数派がフランスの中を統治しようとすると、多数派がもし体制を倒したくなった時にやっぱり力を持っちゃうじゃないですか、うん、そんな中で、シリアの、現大統領の父にあたる、ハーフィズ、アルアサド大統領がどういった統治手段を取ったのかというと、国を統一させずに様々な少数民族だったり宗教の少数派を別々に、それぞれの利権を与え、お互いに、憎しみ合うとまではいかないですけれども、あまり混じり合って大きなマジョリティにならないようにっていう統治をしていました。で、実はこの時の統治っていうのが、2011年から起こったアラブの春というものにものすごく影響していくことになります。で、この地図の中にあるこのトランスヨルダン、これはですね、一個前を見ると国際管理地域ということになってまして、ここにはエルサレムがあるんですね。一神教の中の3種類、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の、聖地が全てあるということで、もともとはイギリスが統治していたんですけれども、国連に、統治を委任しました。で、まあ、その後ですね、イスラエル建国とか歴史的に大きなことが起こってくるんですけれども、ちょっとそこを話してるとそれだけであと3時間ぐらいかかってしまうので、はい、どうですか、ちょっと歴史的な背景をかなり今駆け足で、はい、解説をしているんですけれども、大事なポイントを後でまたちょっと言葉でまとめたいと思うんですが、もし皆さんの方でご質問があれば随時投稿してください、はい、ちなみにその中東地理の説明の資料として使ってもいいですかという質問をいただきましたが、これもいろんな資料を参考に僕が作ったものなんですけれども、特にこの辺りは国境線が僕のフォトショップ能力のせいもあるんですけれども正確ではありません。ただ参考までに見ていただくっていう意味ではいいのかなとは思います、はい、なかなかやっぱり日本語の文献で探してもこの辺り出てこないことも多いので、僕も自分なりに統合した結果です。で、これが現在の国境線がやっとそうやってできたわけなんですけれども、つまり歴史的にはこの国っていうのがどうやってできたかというと、そこに住んでいる人たちが私たちは国を作りたいっていうことを言ったわけではなくて、その当時世界をまさに支配していたと言えるほどの力を持っていた、まあ、フランスとかイギリスがそれぞれの、自分たちの利益都合で国境線を引いたんですね。なので見てお分かりの通り直線的な国境線が多いんですけれども、こういった直線的な国境線はアフリカ大陸なんかを見るとまさに顕著で、アフリカンケークって言われるケーキのように切り分けられたって言われることもあります。ただこうやって切り分けた国境線ができたからもう国としてじゃあやっていこうねって単純に言えるのかというと、その国境線にまたがって暮らしている人々っていうのが当然ながらいるんですよね。で、特に中東問題の中でかなりキーワードになってくるのが、クルド人と呼ばれる人たちです。で、もともとオスマン帝国領とかその周辺に住んでいた人たちで、現在は3000万から3500万程度の数がいるのではないのかなと言われてるんですけれども、地図を見ていただいても分かる通り、まあ、トルコ、シリア、イラク、イラン、あとアルメニアの一部に分かれて暮らしているんですね。なので3500万人ってかなり人口規模としては大きいんですけれども、自らの国を持たないことによって彼らは世界最大の国なき民族だ
と呼ばれているんですね。でそれぞれの国の中ではマイノリティになってしまうことによって、特にトルコなんかではですね、国民国家を作ろう、トルコ人の国家を作ろうという運動が、激しく起きましたので、トルコの東部に住んでいたクルド人の人たちは、あれはトルコ人なんだと、トルコ語を忘れた山岳民族のことをクルド人だと言っているんだっていうような、民族の、統合というか、そういった政策が行われてきたんですね。でこれは今でも尾を引いてますし、クルドの人たちはやっぱり自分たちも国が欲しいんだということで独立闘争を繰り広げたりもしています、うん、であのトルコ東部で未だに武装闘争をしている人もいますし、実はイランの北部でハーバード共和国というクルド人の国を作ったこともありました。で、まあ、それはあの本当に1年足らずで、周りの圧力に屈して崩壊はしてしまうんですけれども、こういったサイクスピコ協定に始まる戦後の、土地の分割で作られたこの国境線というのをやっぱり認めないという勢力がかなりいるんですよね。あ、これはあれですね、2018年、イラク北部の、クルド自治区での独立投票が行われた様子です。で、イラクってまた後ほど詳しく触れますけれども、まあ、バグダッドという中央政府があって、北の方にクルド自治区という自分たちは軍隊も持っているし、議会も持っているし、首相も大統領もいる、外交権も持っているという自治区があります。で、そこがこれだけ外交権も持っているんだったら、もう国として認めてくれという選挙、国民投票を行いまして、まあ投票した方の中でも 90% 以上のイエスで独立したいという声が出たんですけれども、まあこの国の独立を認めたのは世界の中で唯一、イスラエルだけ。で、周辺国家はもちろんそこに、自分たちとは違う国ができることを望まずに、独立には至りませんでした。で、その国境線にですね、脳を突きつけている、世界でも話題になった武装勢力、武装組織が IS、 いわゆるイスラム国という集団ですね。で、この後シリア取材編で詳しく、IS のことは伝えさせていただこうと思うんですけれども、彼らはやっぱり結局そのもともと勝手に引かれた国民国家ではなくて、イスラムの原理に基づいた、カリフというですね、宗教的指導者をトップに置いた、大きな領土を作りたいということで、これは最大版図になった時、 IS が最も領土を拡大した時はこれぐらいの、範囲だったんですけれども、彼らの野望としてはもう本当に、アフリカの北も含む、でできればインドネシアの方まで含むという、ムスリムの住んでいる国全部を支配下に置きたいということを言っていました。なので、これで歴史解説みたいなものは簡単には終了させていただくんですけれども、はい、結構その駆け足でお伝えしてきてしまったんですけれど、皆さんいかがでしょうか。で、皆さんにこれまでのその歴史解説の中でポイントとして押さえておいていただきたいのが、まずその例えばイギリスだったりフランスだったり大国が石油の利権だったりですとか、自分たちの利益のために、国益のために恣意的に国境線を引いてきたりしてしまったこと、でそれによってで3000万人以上いるクルド人が国境によってズタズタに引き裂かれてしまったこと、でその国境によってズタズタに引き裂かれてしまったことによって各国の中でマイノリティになってしまうんですよね。でそのマイノリティであるがゆえに、例えばその各国各国で迫害を受けたりですとか差別を受けたりですとか、時にはこう政治的に利用されたりっていう、その背景をまず皆さんに押さえておいていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、でこれって本当に一言ではなくて、日本も戦争によって世界中にいろんな影響を与えて、まさに朝鮮半島の問題であったり、まあ、満州国を作った時の問題であったり、アジア各国で例えばティモール島が半分にされている問題だったり、実は戦争って表面上終わったように見えても全然終わってないんですよね。で、まさにそういう意識でニュースを追わないと、どこか自分たちとは関係のない、そこになんか悪い人たちがいるんでしょって単純な構図になってしまうので、まあ、歴史を紐解くって好きな人は好きだと思うんですけれども、ちょっと苦手な方も少し前まで遡って何かを見てみるっていうことをすると、視野が広がるんじゃないのかなと思います。はい、ちなみに私たちのお話の速度とかはどうですか？私も結構熱が入るとですね、わーと、そうなんです。加速してしまう癖がありましてですね、せっかく今日コメント欄で皆さんに声をいただいていますので、なんて言うんでしょうね、こう、
どうゆっくり喋ろうみたいな、どうと、はい、ゆっくり喋ってくださいというふうに、そういったご要望もぜひ書き込んでください。文句なども言っていただければできる限りは直したいと思います。で、前半ちょっとシリアの取材についてお話をしたいんですけれども、その前に少しですね、僕がどうしてこう中東にものすごい関心を惹かれたのかっていう原体験の話を少しだけさせていただきたいと思います。で、この写真何かお分かりでしょうか。ほとんどの方が分かるんじゃないのかなと思いますけれども、2001年アメリカ同時多発テロで、これニューヨークの様子ですね。でもちろん僕が当時そこにいたわけではなくて、これはそのメモリアルパークに行った時飾られていた写真なんですけれども、当時僕は高校3年生でした。安田さんは？ですね、当時がちょうど中学校の中学校2年生か3年生だったと思います。これ結構リアルタイムで覚えてる方も多いんじゃないのかなと思いますけど、僕も家に帰って夜のニュースを見ていたら、まあ、あるビルに飛行機が突っ込んだと。で、それはものすごい大変な事故が起きたなと思っていたら、ニュースでリアルタイム生中継をしているところに2機目の飛行機が突っ込んだんですね。で、それを見た時に、ああ戦争が始まるというものすごい恐怖がありました。で、その事故自体も、事件自体もものすごい恐ろしいことだったんですけれども、当時高校生だった僕がその後本当に心が苦しくなって恐ろしくなってしまったのは、そのテロ行為を行った人たちをですね、悪魔と呼び始める報道がすごく増えたんですよね。私たちの平和で正義な国に対して悪魔と呼ばれるテロリストが私たちの社会を壊しに来るんだと、奴らは悪なんだと、悪の枢軸というものがあって奴らはこの世から消してしまわなければいけないんだというような言説が、まあ、テレビも新聞も日本なんかでも当時の首相なんかが追随するような発言をしたりしてですね、そういう機運が高まっていったんですけれども、当時の僕からするとそこにはある種の疑問があったんですよね。まあ、仮にそういう人たちが悪い意図を持って攻撃してきたとする、で人を殺すということはもちろん許されることではないですけれども、何が彼らをその行為に駆り立てたのだろうかと、で生まれた瞬間から悪魔である人間なんかいるんだろうかと思った時に、これはまだまだ僕の知らない背景があるんじゃないのかな、僕が勝手にこちら側の視点で判断するのではなくて、彼らの背景も知った上で一人一人の個人として話を聞いてみたい、でその当時思った思いが今の仕事につながってきている気がします。コメントですもですね、当時中学2年生でしただったり、社会人1年目でアメリカ旅行から帰国して1週間後ということで、皆さんそれぞれ記憶に刻まれている事件ですよね。もしかすると、中学生だったり高校生の皆さん見ていらっしゃったらリアルタイムには覚えていないかもしれないですけれど、ね、例えば今ですとね、社会科の資料集だったり教科書なんかにも載っている、それぐらい大きな事件でしたよね。はい、すいません。では、時間がですね、このまんま喋っていると4時間5時間コースになりそうなのでちょっとサクサクいきたいですが、これが、シリアの南にあるヨルダンのザータリ難民キャンプという、これはアスラックかな、アスラック難民キャンプの方かな、うん、シリア難民の方が逃れてきて暮らしているキャンプです。で、シリアの、戦争紛争というのが2011年3月に始まってから僕もずっと気にはなっていたんですけれども、初めてまともに、その紛争の被害に遭った人々と会ったのがこういった難民キャンプでした。で、行ってみると、当初抱いていた中東に対する恐ろしいとこなんでしょうとか、みんな武器持ってるんじゃないのとか、僕らに対してなんか暴言とか入ってくるんじゃないのっていう恐怖がどこかにあったんですけれども、まあ会ってみると当然のことなんですけれども普通の人なんですよね。で、一番初めにご説明した通り、いろいろな複雑な背景があって国と国との地政学的な争いがあってっていうのも事実なんですけれども、実際に現地に足を運んでみると、まあ、99% と言っていいと思います。ほとんどの人は戦争なんかやっぱりしたくないし、武器を持ったこともない人たちがいる。で、こういう人たちが自分たちの意思とは関係なく戦争に巻き込まれているという現実がまずあります。は
はい、でこちらがですね、私が2009年、まだこの仕事を本格的にする前に撮らせてもらったものなんですけれども、これがですね、シリアの首都のダマスカス旧市街地にあるハミディアという市場ですね。で先ほどこの寄木細工のお話なんかも しましたけれど、このダマスカス自体が世界最古の都市の一つに数えられていて、でシルクロードの起点の一つもあったんですよね。で戦争に至る前のそのシリアに通っていた頃というのは、よくこの市場を散策したり友人たちと、で本当にこう伝統工芸から日用品までさまざまなものが売っていて、でたくさんの方々で賑わっていた場所でした。でこちらがですね、カシオン山という、これ聖書にも出てくる非常にこう歴史深い山なんですけれども、そこからダマスカスの街を一望した風景ですね。でちょっと小さい画面で見ていらっしゃる方々は見えづらいかもしれないんですけれど、皆さんから見て緑色の光がポツポツポツと見えますか？なんとなく確認できればいいですね。でこの緑色の光がイスラームの方々が祈りを捧げる場所、モスクから放たれている光ですね。で当時出会った友人は、あ、これ失礼しました、2009年頃の、ご指摘ありがとうございます、2009年の写真ですね。でこの緑色の光自体が平和の象徴なんだよというふうに教えてもらいました。ただ戦争がなぜ始まってしまったのかということの、前提にもなると思うんですけれども、実は当時から、私この当時はまだ大学生だったんですけれど、非常にこう不穏な空気というのは感じていて、至る所に例えばアサド大統領の肖像画があって、あるいは写真が掲げられていて、でこのアサド大統領はっていうふうにこう友達とその話をしようとしたら、もうものすごい形相でしって、たとえ英語であったとしても外で政治の話なんかは絶対してほしくないというふうに、止められたりということは非常にこう印象に残っています。なので、自由に例えば政治に対して発言をしたり、あるいはその自分たちで自由にこう職業を選んだりですとか、大きな権力に人々の自由っていうのがこう制約されていて、で恐れを抱いている方々がたくさんいるんだということは当時感じていました。で2011年に皆さんアラブの春をニュースでご覧になっていたことを覚えていらっしゃる方もいると思うんですけれども、例えばチュニジアだったりですとか、あるいはリビアなんかもそうでしたね。いわゆる強権的と言われていた政権が、人々のデモだったり、もちろん外圧もありましたが、さまざまな要因でこう次々覆されていって、でシリアは数十年にわたって同じ家族がずっと支配していった国なので、このアラブの春の波はシリアまでは波及しないだろうというふうに当初見ている方もいたんですが、2011年の3月に大規模なデモが広がり始めて、そこに対して政権側が武力でそれに応じていった。でそれが今に至るまでもう9年経ちますけれども、シリアでの戦争の起点になってしまったということになります。ご質問でテロリストになった経緯を調べずにこう結論ありきで戦争したんじゃないのかとか、やっぱりアメリカが報復戦争を推しっていうコメントをいただいてますけど、当時 のアメリカの中東に対する関わり、特にイラク戦争の開戦に対しては最近すごくいいドキュメンタリーとか映画が何本か出てますよね。バイスっていう当時の副大統領のチェニーさんを描いたものだとか、こう国全体で戦争に賛成していたというよりは、ある一部の人たちが動いていたものをなんとかこうメディアも市民も食い止めようとしつつも飲み込まれていく様子っていうのが描かれていて、これは本当に他人事ではなく僕ら自身も自覚しながらいけないことなのではないのかなと。特に中東に関しては日本も、お金を拠出して戦争を支えたりもしてしまっているので、そういったことも考えながら、この中東問題を身近に感じてもらえたらなと思います。でこれ次の写真は、2018年かな、19年1月とかかな、これ18年か、18年の3月とかそれぐらいかな、戦争が始まってからですね、僕らが取材でシリアに訪れるようになってから、撮った写真なんですけれども、シリアのあるところって歴史的にはメソポタミア地方と呼ばれるところなんですよね。チグリス川、ユーフラテス川に囲まれて肥沃な大地として、農耕とか牧畜が始まったところということなんですけれども、行ってみると本当に綺麗な、光景が広がってまして、また最後の方で文化のお話など多少させていただきたいなと思うんですけれども、これって本当に9000年前ぐらいにも広がってた光景なんじゃないのかなっていう、悠久とした本当に平和な光景が広がっています。で
この、のんびりと草をはんでいる牛さんたちがいる光景の少し先に行くとですね、こういった光景が見えてきます。でこれちょっと遠目なので分かりにくいかもしれませんけれど、何かといった石油採掘施設ですね。シリアの東部も、かなり石油の産出量の多い油田がありまして、実際にさまざまな大国とかそれこそ IS なんかもここの油田を抑えて資金源にしようという攻撃を仕掛けていたりだったり、やっぱり人々の生活が、原因となって戦争が起こるっていうよりも、ものすごく大きな力、地政学的なもの、それぞれの国の中で自分たちだけが生き残ればいいという考えが戦争につながってしまったんじゃないのかなと思います。でこれは2019年1月に、ラッカという町に行った時の様子ですね。安田と基本的には一緒に中東の取材をしているので、はい、シリアの、北東部に近い町ですね。はい、でこのラッカという町、もしかしたら皆さん聞き覚えがあるかもしれないですけれども、イスラム国、いわゆるイスラム国、武装勢力イスラム国が首都としていた町でもあるんですよね。で数年にわたり支配を、していた町なので、その後アメリカの主導する有志連合軍が、大規模な空爆を行い、地上部隊、クルド人を主体とする地上部隊が奪還したという経緯があったんですけれども、実際に行ってみると本当にとてつもない破壊の跡なんですよね。でこの町の様子を見たり人の話を聞いていると、IS の統治は確かにひどかったと。で広場で、人々の首が切られてしまったり、残酷な処刑もあったと。ただその解放のためという空爆というのもとてつもない恐ろしいものだった。で実際に小さい子がですね、飛行機の音を聞くだけでも体が動かなくなってしまうという硬直を抱えている方もいたり、本当に多くの方が亡くなりました。解放のためとはいえ爆弾を落とすという行為はその下にいる人間にとっては変わるものではないということが、この落下の光景からお分かりいただけると思います。でこれはシリア北部のコバニという町で、もしかしたらラジオコバニっていうドキュメンタリーとかご覧になられた方もいるかもしれないですけれども、ここも IS にですね包囲されてものすごい総力戦をしたところなんですけれども、なかなか他の国、国際世論の声が集まらないということで、地元の人たちがですね、民間人も戦争に参加したという悲惨な戦争の跡が残っています。でシリアの各地で実際に戦争の被害に遭った方の話を聞くということを今もずっと続けていますが、このご家族はですね、本当にシリアの小さな田舎の村に住んでいたんですけれども、ある時武装勢力がやってきて、村の男たちを、この真ん中にいるお母さんの息子たちだったんですけれども、みんなを殺してしまったっていうんですね。でその後去っていって、で今は何事もなく暮らしてはいるんですけれども、奪われた命は戻ってこないと。でその奪っていったのが誰なのかっていうと、わからないっていうんですよね。 IS なんじゃないかとか、自由シリア軍なんじゃないかとか、その他のヌスラ戦線だっていろんな武装勢力なんじゃないのかとは思うけれども、私たちからしたら武器を持って私たちを殺しに来る人間なんてみんな同じなんだって、奴らは強盗でしかないし人殺しでしかないっていう声を聞きます。でそういった声をやっぱり聞いた時に、世界のあちこちで、話題となった、日本でもシリアに行かれたジャーナリストの方が犠牲になったりということで、たびたびニュースにも上がりましたが、このイスラム国っていうのは一体何なんだと、彼らそれぞれの個々人の表情とか声っていうのはどういうものなのかということを、やっぱり知らずして勝手に奴らは頭が狂ってる悪魔なんだみたいな見方をしてはいけないんじゃないのかなって思うんですよね。でここから少し動画を見ていただきたいと思うんですけれども、今まで何人かの元、IS 兵の、方々にインタビューをしていますが、その中で一人、2019年1月に、取材したチュニジア出身の男性の動画を見ていただこうと思います。 Came to Syria. When I see the war in the media, you know,killing of children, women. We think they are in Tunisia, they are like our brothers, you know. Then I have an idea to come here. Did you talk about this to your parents? Yeah, before I come here? Yeah. No, I don't speak with them about coming. So you decided by yourself? Yes, secret. I come secret. Secretly. Even to your friend?Yes, with my friend. Oh, with your friend. The neighbor friend of the neighbor.
So during the ISIS control, how was your life under the control of ISIS? In ISIS? Yeah, how was it? I have a normal life in ISIS. I have a wife, I have a house. You have wife? Yes, two wives. I change money, you know, change dollar. Yes, yes. To Syrian money. Mm-hmm. Exchange. Then I meet her cousin. Uh-huh. I make contact with them. Mm-hmm. Then I ask him about if he can meet. Yes. Yeah. How you change your image? Why? When a young fighter in ISIS, I can't change my my mind, you know. Mm-hmm. Because many stuff. Mm. But when I left them, because when I have a wife, I am married. Yeah. Maybe I start can't go, you know, fight or make weapon attack. Mm. I start change my mind. You know, yeah, that's true. For fighter. Mm-hmm. Mm-hmm. When I see ISIS from out from ISIS, yeah, I see them. I make contact with civilian. Mm. My, you know, my mind changed about ISIS. I see the problem. When you are in, you can't see the problem. So inside ISIS, what kind of problem yeah, you found? Inside ISIS. Yeah. They don't have a politic, you know. Uh huh. Not organized. Yes, they work emotional. Mm-hmm. So how about your friend? Your friend also quit ISIS or stay in? No, they all dead. Hmm? All my friends dead. Dead? That's because. How many friends you came together? From my village, maybe 6, 7. Uh-huh. Mm-hmm. They all died? Yes. Only you? Just the only survivor. Yeah. Let's say. So after this thing here, this prison, you wanna live with your families, right? Of course, I want. Yeah. I want them to get. For them, I go out. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Maybe if I don't have a wife and a kid, maybe I take a chance to die there. Oh yeah, true. Yeah. はい、ということで見ていただきましたが。この時はもう一人イギリス出身の方にも取材をしたんですけれども、見ていただいてお分かりの通り、なんかこう元からこう過激思想というか世界を破壊したいというような思いを持っていたというよりも、自分自身のこう義憤だったりいても立ってられない気持ちから動き出した人たちっていうのが相当数、特に若者でいたんじゃないのかなと思います。でただもちろん彼もチュニジアの出身ということだったんですけれども、本国チュニジアではかなり、就職率というのが低くてですね、まあ、職も持たずにこうフラストレーションを溜めている、若者たちがすごく多くて、そんな中でこう横に起きた何か大きな出来事に対して正義の声を上げたいっていう欲求はあったのかなとは思います。ただインタビューするときに部屋に入って彼が来たときはですね、やっぱりちょっと怖かったですね。何かちょっと雰囲気が違うなと。で今拘束されている元 ISA の方々ってたくさんいるんですけれども、やっぱり自分自身で人を殺したかどうかっていう話はあんまりしたがらないんですよね。でもちろんそれは罪に問われてしまうことでもありますし、冷静に落ち着いてって考えてみると、彼のように何かやっぱりおかしかったんじゃないのかと思ってる人もいるのではないのかなと思います。はい、少し皆さんからいただいているコメントにもお答えしていきたいと思うんですが、ディロバンキコさんは今何をしていますかって、ご存じない、ご覧になっていない方にちょっと補足して説明させていただくと、今ダイアログフォーピープルのアカウントでも、配信しましたが、ラジオコバニーという、映画がありました。でこれはシリアの北部のトルコ国境と接しているコバニーという町で、ディルバンキコさんという方がですね、ラジオ局を立ち上げて IS によってめちゃくちゃにされてしまった町を少しずつ復興させていくという町な映画なんですね。でその後私たちも会いに行きまして、で彼女は今ラジオを辞めて学校の先生をしているんですけれども、後ほどまたしっかりお話をしますが、その後北からトルコが攻めてきたことによって
って町自体が今窮地に立たされてしまって非常にこう今でも不安定な状態にあります。それからですね、軍事産業に関わっているとすでに分かっている企業に対して個人的に買わないとかお金を落とさないという声は直接意味がありますかということもあったんですが、意味は大いにあると思います。そうですね、本当にそこをやっぱり細かく精査するのが非常に難しいことなので、まあ、外からのこう企業を評価する知恵であったり、例えば株価をそこに連動させるとか、いろんな仕組みで、気づかないうちに軍需産業を応援してしまうということは、まだまだ僕らの人間社会のシステム次第で変えれることではないのかなと思います。はい、あと非常にこう大事なご指摘をいただきました。彼らは英語を喋っていますが、英語の教育はどこで受けているのですが、英語は自分の国で習うものなのですかということなんですけれど、皆さん IS、いわゆる過激派勢力イスラム国というと、例えば貧しくてお金に困っていて、そういう人たちが吸い寄せられていったというイメージを持たれる方もいらっしゃると思うんですね。でもちろんそれは一面ではあるし、そういう人たちもいるんですが、一方で私たちがこれまでインタビューをしてきた IS 兵ですと、非常にこう高学歴 で英語が第一言語でない方も英語が非常に堪能でという方がいました。だからそれだけ様々な層になぜ IS が訴求力を持ったのかというところも考えていかなければいけないところだと思います。はい、では続きまして、また画面戻していただきます。で先ほど一人の方にインタビューをしましたけれども、実際には多くの方が、対 IS 戦争の中で拘束をされています。でこれは、去年末から今年の頭にかけて、イラクシリア取材をしてきた時に訪れた場所なんですけれども、シリア東部の、ハサカ県というところにですね、元IS 兵の人たちが収容されているプリズン、刑務所があります。まずはそちらの動画をご覧いただけたら。はい、これですね、公にといいますか、一度テレビ番組で少し放送させていただいたことはあるんですけれども、こういった場で公開するのはほとんど初めての映像も含まれています。2019年1月、ラッカ。このビルはかつて IS 占領下で彼らの事務所として使われていました。街が解放された後も散発的な自爆テロが続いており、その影はなかなか塗りつぶすことができません。シリア北東部ハサカ県、5000人を超える IS 兵を収容する監獄を訪れました。今、もともとイスラム国に参加していた戦闘員たちが収容されている刑務所の中に来ています。で特にこのフロアは体調が優れない人たちのフロアということで、ちょっと念のためマスクをしていますが、マスク越しにも何かこう吸えたような匂いが来て、こう届くぐらい中の匂いがひどい状態になっています。で中にはすごくうつらみが目をしている人がいたりですとか、あと明らかにちょっと体調が悪くて咳込んでいる方も中にはいらっしゃいます。通常の囚人たちが収容されている監獄も取材しました。学校の教室ほどの大きさの部屋に
多いところでは150名以上もが収容されています。世界中からやってきた IS 兵たちは地元の刑法で裁くことができず本国への送還を求めていますが受け入れを頑なに拒んでいる国もあります。囚人の解放をもくろむテロも起きており事態は硬直しています。囚人の中に一人個室を与えられ絵を描いている男性がいました。彼の筆には一体どのような思いが込められているのでしょうか。عبد الرحمن ايمت بلشت بالرسم من انا طفل صغير موهبه هلا قبل ما تنضم للدوله يعني كنت رسام اي انا رسام من انا طفل صغير انا طفل صغير انا ارسم من العراق من اي طرف انت محمد عبد الرحمن من انبار انبار عبد الرحمن ليش قررت تنضم للدوله الاسلاميه طبعا حسب الظروف اللي كنا بمنطقتنا انا ما كنت منضم خرجنا معهم دخلنا داخل الأراضي معهم خرجنا خوفا من الحرب والقتل خرجنا مع العوائل وغلينا نحاس معهم نسمع يعني أنت ما انضميت للدولة الإسلامية إنه كيف يعني كنت بس تخرج معهم يعني أنا مو شو اسمه حسب ظرف العائلة كنت أنا وحيد أهلي أنا والدتي فقط ما استطيع أن أترك والدتي هلا انت يعني كنت مواطن بالدولة الإسلامية وما يعني وما شاركت بالقتال ولا اي شيء يعني so yeah he doesn't say the truth actually like he was in Syria what he was doing in Syria شو هاي الصورة بتعني؟ اللي بدنا نعمله ما يتمثل انه هذا الفكر ما يتمثل انا من الشخص يتمثل هذا الفكر أسود بالظلام كان الدولة فنريد أتحرر من هذا الفكر كون هنا أحتاج إلى مساعدة فهنا الحزب ساعدوني على أن أتحرر من هذا الفكر 囚人は誰も本当のことを語らないと言います。お金のために IS に入った、騙されていた、武器は触ったこともない。彼らはどこから来て、そしてどこに行くのでしょうか。 IS 兵という大きな主語でくくられる囚人、一人一人の人生にはどのような出来事があったのでしょう。彼らを閉じ込めている檻は、実は彼らの心の内にこそあるのかもしれません。はい、見ていただきました。ありがとうございます。皆さん見ながらも様々な、コメントを寄せていただきましたね、うん、中で、この人たちがこう自首してきたのか捕まったのかということなんですけれども、うん、まあ、個々のケースによります。あの集団で捕まって武装解除された人たちもいるんですけれども、もう IS が末期だと、もうこのまんまここにいても死ぬだけだということで自首してきた方もかなりいらっしゃいます。僕らが割と取材できるのはそういったあまり危険性がない方の方が取材できることが多くてですね、実際にあの幹部クラスになるとより厳しいところに入れられていたりします。はい、あ、この監獄は誰が管理しているんですかということなんですが、少しだけあの補足説明をさせていただくと、シリアの北東部というのは事実上クルド人の部隊、クルド人の政党が事実上の自治を敷いているところなんですね。で、そのクルド人の部隊が管理している刑務所というふうに考えてください。で、あのそのクルド人部隊が拘束をしているだけでも1万人以上の IS の兵士とみられる男性たちがいて、そのうち4000人が外国人ということで、あのこうした刑務所の中にこう入れられて送還を待っているという状態なんですね。で、私たちがこの刑務所内部に取材をするときに非常にこう強く釘を刺されたことがありまして、でそれが昨年10月に殺害をされた IS の創始者バグダディ氏が殺害をされたということを絶対に言うなというふうに言われたんですね。
でこの刑務所というのは外部から完全にもう情報が遮断されてしまっているところなので、万が一自分たちのリーダーが殺害されたとなった場合、刑務所内でこう暴動が起きる可能性があるということで釘を刺されました。で先ほど人権の観点でコメントで指摘してくださった方もいるんですけど、まさにそうなんですよね。でこれだけのこう過密な状況 で何のこうリハビリプログラムもない状況で、ただただこの部屋にこう詰め込まれてしまっているという状況、人権が守られていない。でだからこそこの IS の兵士たちの刑務所を管理しているクルド勢力としては、一刻も早く本国に送還したい、母国に送還したいというふうに考えているんですが、それがなかなか思うように進んでいかない。後ほどこれはまたしっかり補足で説明をしていきたいと思います。はい。でいろいろご質問いただいていますが、女性兵士っていないんでしょうかということで、女性は女性でまた別のところにですね収容されているケースが多いので、ちょっとその話にも移っていきたいなと思うんですけれども、では写真をまずご覧ください、こちらはイスラム国の兵士ではなくてですね、その IS の侵略に対して自らも武器を取ったという女性の、様子です。こちらもですねDialogue for People の、YouTube チャンネルの方に武器を取る人々という形で挙げていますので、もしよろしかったらご覧ください。で先ほどの動画もですね、実はまだ未公開のもので、来週再来週ぐらいには、公に公開できるんじゃないのかなと思うんですけれども、今回は限定公開ということで、皆さんにもリンクを見ていただいてますので、もう一度ちょっと見直したいなとかいうところがあれば見ていただけたらと思いますが、まだ公には拡散はそこまではしないので、ぜひきちんと公開した時に拡散していただけたら嬉しいと思います。でこの子はですね、イスラム国が攻めてきて町に住んでいた子で、イスラム国からその町が解放された後もやはり不安でしょうがないということで、クルド人主体の、武装組織、いわゆる軍隊のようなところにですね、自ら志願して武器を取った女性です。現在まだ20歳のアラブ人女性ということなんですけれども、戦争ってのはまだまだやっぱり終わってないんだと。で家族を守るためには自分自身で武器を取らなければいけないということで銃を取りました。で銃を手にする前にどういう夢を持ってたのとか、将来何になりたかったのっていうと、普通に美容師だったりおしゃれなファッション関係の仕事に就きたかったなって言ってるような子が、一つ何かのきっかけで銃を持ってしまう。で銃を持った以上自分も殺されるかもしれないし、自分が誰かを殺してしまうかもしれない、こういう運命の連鎖でですね、実際に戦場に出ざるを得ない人たちっていうのも女性にも多くいます。で続きまして、先ほどの質問にもありましたけれども、イスラム国の女性たち、先ほど質問の中では女性兵はいないんですかという質問だったんですけれども、このイスラミックステートに、イスラム国という領土に国民として移住してきている女性たちっていうのがかなりいるんですね。で今回アルホールキャンプという、11万人いるキャンプなのかな、11万人いるキャンプの中に一部 IS の女性たちとその家族が隔離されているところがありまして、そこで暮らしている様子も見てきました。この画像はちょっとまだ映像は今まだ編集中ではあるんですけれども、それ以前に訪れた、またそちらも IS の、家族が管理収容されているキャンプである女性に話を聞いてきました、ベルギー出身の女性のインタビューをご覧いただけたらと思います。はい。その前にですね、今ちょうど皆さんに見ていただいている画像がアルホールキャンプというところですね。なんで果物とかが並んでるんだろうというふうにちょっと疑問に思われる方いらっしゃると思うんですけれども、このキャンプに収容されている IS 兵の妻だったとされる女性子どもたちというのは、基本的に外への出入りというのが許されないので、こうやって外部から業者を呼んでここで市場を開いて、キャンプの中の1万人近くの人々が生活をしているんですね。じゃあそのお金どうするのっていうことなんですけれども、例えば本国の家族とつながれる人は管理しているクルド勢力のそのキャンプの管理側を通して送金をしてもらったり、あるいはその IS 時代に貯金していたものを切り崩してということなんですけれど、中にはそれさえも叶わない人たちがいるので、実はキャンプの中の女性たちの中でも格差があります。ここでじゃあ動画をご覧ください。متى جيتي لسوريا كاساندرا؟ في 2013 من تركيا يعني. كاساندرا وقتها كنتي عم تدرسي البكالوريوس ببلجيكا ولا لا بالجامعة؟ nothing يعني ما أكثر يعني رحت المدرسة فقط في الأمري 14-15 خلص ما دايما يخرجني المدرسة.
هاي يعني المدرسة ما قبلتك إنه لا تكملي؟ إيوه وروحت على كتير مدرسة ودايما تصير مشكلة وخلص. ها سو شو كانت المشاكل بالمدرسة كاساندرا؟ كسلانة يعني كل البنات الآن يعني هيك ما بدون مدرسة بدون مصاري بس بدون ها كاساندرا وقتها كان في عندك شي حلم إنه لا تصيري أي شي بالمستقبل يعني؟ أي يعني كان الحب يعني كوافير ميك اب هيك يعني. ها Why decided to come to Syria? عشان يعني كان نزوج مع زوجي وزوجي جاية لهون وكان نحب زوجي وأنا أمشي مع زوجي. ها So they got to know each other through Facebook. Mm-hmm. So she moved from Belgium to France. Mm-hmm. They met there. They got married there. Mm-hmm. Yeah, her husband is a kind of radicalized person. Mm-hmm. Oh. He's originally from Algeria, mm-hmm. but he's like he had like a French nationality. Mm-hmm. So he decided to go to Syria, mm-hmm. and then Cassandra followed him. أنتي وقتها كنتي مسلمة؟ نعم. كان أنا دخلت في الإسلام في عمري 17 ونزوج في عمري 18 ها وليش احتنقتي الإسلام يعني؟ يعني كان في الآخر طلاق في موهيك طلاق؟ يعني موهيك يعني مشكلة في الأهل وأنا أشوف العيلة تبع المسلمين العيلة كتير هيك وعقل جيد وأنا أريد عيلة مثل المسلمين هذا سبب راحت المسلمين ها 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 كاساندرا شو كان نوع المشاكل اللي كنتي يعني مع عائلتك يعني إنه شو يعني تعرف أخي يعني إخواتي وأخواتي يعني يخار علي يغار عشان انا الازغاخ وانا مثل الاميره في البيت تعرف ها كل شيء بدي كل شيء امي يعطوني صار مشكله ومشكله كمان امي وابي دائما مع سوا وبعدين طلاق وهيك ها. يعني كله مشكله عادي ومشكله كمان يعني اهلي ما يحب العرب ودائما نمشي مع التركي كردي والعرب صار مشكله في الاخر كل شيء تمشي مع هذا يعني So, Cassandra, كيف كانت الحياة بظل داعش يعني؟ كتير صعب ومن زمان بدي أهرب ولكن مشكلة داعش تقتل كل الناس بدو يهرب من داعش ويعني نسويت كتير ترتيب عشان نروح ولكن زوجي تعرف يعني يشوف التليفون يسك الباب مع المفتاح عليكي أيوة ويقول للجيران شوف وين يروح كم ساعة يرجع عشان ما نهرب من أنا نستنى زوجي يموت ونستنى الحصار ونستنى الأكراد جاية على الرقاش نخرب يعني في الأكراد كاساندرا أنت بتحكي مع عائلتك؟ إيه مع الأهلي يعني؟ إيه أيوة مع الأهلي مع سليم أحمر نكتب يعني عائلتك تقبل إنه أنت ترجعي؟ إيه يعني يشتغل فيه عشان نرجع يعني ندم إنه أنت زعلانة ليش جيتي للدولة الإسلامية؟ أيوة أكيد عشان نخلب حياتي ها はい、見ていただきました。で、女性たちについてもたくさん質問いただいているんですが、女性は移住でしょうか、それとも拉致ではないんですかということがありましたが、中には例えば、拉致をされて誘拐をされてでそしてこう性奴隷にされてしまった少数宗教の方々もいらっしゃったりします。で、彼女のように半ば自らの意思、まあ、そこにもちょっと疑問符がつくんですけれども、でシリアに渡航した女性であってもその後非常にこう過酷な状況に置かれてしまうということもあります。で、長い人でどれぐらいの日時入っているんですかというご質問もあってたんですが、これ本当にこう人によって違いがあります。これ送還の可否によって大きく変わってくるんですけれども、長い方々だともう数年以上なんですよね。というのも国によってこれかなり方針が違ってきていて、例えばフランスなんかは自分たちの国では基本的に受け入れには限界がある、だからシリアで捕まった人たちはその周辺国で裁いて、例えばお隣のイラクでというふうに捕まった近くで裁けばいいじゃないかという方針を取っているんですね。ただイラクの場合はあまりにもこう裁くべき人たちの数が多いということで、非常にこう簡易な裁判のまま処刑してしまったりということが一つ
つ問題として挙げられています。で、先ほど見ていただいたのはベルギー出身の女性の証言なんですけれども、実は映像はないんですが、もう一人インドネシア出身で、やはりこう10代のうちに IS シリアに渡航したという女性がいました。で、彼女にどうしてあなたはイスラムに強く傾倒していったのということを尋ねてみると、きっかけは失恋だったんだっていうふうに答えたんですよね。で、それまではどちらかというと宗教に興味がなかったんだけれど、ある時失恋して心の拠り所がなくなって、でその時に宗教に傾倒していった。じゃあIS、 いわゆる過激派勢力に参加したことをあなたは後悔してるっていうふうに聞いたら、イエスでありノーであるというふうに答えたんですね。で、もちろん IS というのは自分が思っていたような集団ではなかったけれども、でも例えばインドネシアにそのまま残っていたところで、私の両親が私の人生をコントロールしてそれで終わっていたはずよっていうことを言ったんですね。非常に考えさせられました。もちろん IS が今までやってきた残忍な行為というのは決して容認することはできないんですが、ただ私が例えば何かしらの心の闇を抱えていた時に、あなたの居場所はここだよっていうふうに巧みに勧誘された時に、例えば10代の頃、本当に自分はこの一歩を踏み出さなかっただろうか、で自分が加害者になる可能性っていうのが自分が思っている以上に実は大きかったんじゃないかというふうに思ったんですね。たまたま彼女ではなかった私、たまたま私ではなかった彼女で、 IS っていう集団をただ単に自分たちとは違う異常な集団だっていうふうに切り離して思考停止をしてしまうと、きっとまた別の形で同じような集団ができてしまう。そうじゃなくて、なぜ防げなかったんだろうか、なぜこうしたことが起きてしまったんだろうかっていうことを考え続けなければならないということを、私たちもこの取材を通して感じたところです。今まさに安田さんが言ったことがすごくなぜ中東の問題を知る必要があるのかっていうところにつながってくると思うんですけれども、そういった個々人の抱える苦しみとか痛みっていうものを、それはあなたの問題でしょって言ってしまう構図っていうのは日本にもあるんですよね。それが自己責任っていう言葉だったり、例えば貧困の問題とか自殺の問題だったり、根本はすごくつながっていて、それがたまたまいろいろな社会背景の中で隣に武装勢力がいてしまったりする、もしくは、心が他の人から切り離されて自らを死に追いやってしまうという現象になるのではないのかなと、根本は同じ問題なのだということを、考えながらもこういう問題を見ていただけたらなと思います。で、これはラッカの町、シリア北部の、先ほどもご覧いただいたラッカの町で壊れた、橋をですね、これユーフラテス川なんですけれども、壊れた橋を再建しようとしている人たちが、トラクターなどを移動している様子なんですが、まあ一見ですね、こう戦争も終わって少し平和が戻ってきたかなって兆しが見えたところもあったんですけれども、実際には、また新たな戦火というものが、起きています。で、これはこの人々は何をしているのかというと、シリアの北西部のアフリンというところがあるんですけれども、そちらにトルコが侵攻してきたということでですね、そこでの虐殺をやめろというデモをしている方ですが、この背景についてちょっと安田さんにご説明。はい、ちょっと遡りますが、またちょっと経緯だったりあるいは勢力図になってくるので、複雑なお話を若干簡略化してお話をしていきたいと思います。で、皆さん昨年の10月ですね、トルコが、今皆さんに地図見ていただいていると思うんですけれども、この北東部のクルド勢力に越境攻撃をしたというニュース覚えていらっしゃるでしょうか。で、トルコ、シリア、クルド、IS っていろんなこう勢力の名前があって、頭の中がこうこうガラガってしまうということもあると思うので、少しここで整理をしていきたいと思います。で、まずこれまでお話をしてきた通り、シリアでの戦争というのは政権とあるいはそこに反対する人々という二項対立だけではなくて、どちらの勢力も及ばない隙間に IS、 いわゆる過激派勢力がのイスラム国がこうして勢力を拡大してきました。で、このシリアの戦争あるいは IS との戦いに関わっていた国の一つがアメリカなんですよね。で、そのアメリカが IS と戦うために支援して、協力をしてきたのが、北東部にクルドと書いてありますが、北東部と当時は北西部にも飛び地のようなアフリンという町を支配していたクルド勢力でした。ただ
クルド人というのは先ほど皆さんに冒頭でお伝えした通り、トルコだったらイラクにまたがって暮らしている方々なんですよね。で、北部にあるトルコからするとアメリカの支援を受けてシリアのクルド人の部隊が強くなっていってしまうと、自分たちの国の中にいるクルド人たち、まあ、例えば武装闘争をしていた勢力だったり、独立を求めているような勢力だったり、そうした勢力を自分たちの国内でも指摘をされて刺激をされてしまうんじゃないかということで、トルコはかねてからそこに反発をしてきました。で、2018年の1月に先ほど佐藤からも話がありましたが、この北西部にちっちゃく飛び地になっているところがありますよね。これがアフリンという地です。で、2018年の1月にこのトルコがアフリンに侵攻してまずここを制圧します。で、そして昨年の10月にですね、これはかなり大々的に報道されましたが、アメリカのトランプ大統領が、いやもう自分たちは IS と戦い切った、もう自分たちの勝利なんだ、じゃあ米軍は撤退するという宣言をしましたよね。で、この米軍の後ろ盾がなくなったんではないかということが発表されるのとほぼ同時に、今度はこのトルコが北西部に侵攻してきたというのが昨年の10月の流れです。はい、ここまでいかがでしょうか。はい、皆さんからいろいろなコメントをいただいていて、すごく大切なコメントを小松さんにしていただいてますけれども、まあ、宗教としてのイスラムと ISIL、ISIS だった IS だった、いわゆるイスラム国とはまた別の概念であると混同しないように触れていただけると個人的には嬉しいです。で、これはですね、現地の人にもすごく言われました。奴らをムスリム、イスラムと呼ぶなと、奴らがイスラム国っていう名前は語っているだけである。なので、いわゆるであったり、ちゃんと括弧をつけて伝えるときは伝えてくれっていう話は、本当にしていただきます。で、後ほど少し時間があったら一般的なムスリムの方々、モスクの様子などを見ていただこうかなと思うんですけれども、非常に平和的で人々に優しい寛大な、人たちが多いなっていう印象を受けます。で、もう一つ、フェイクニュースなどどれだけあるんですかっていう意見も出ましたが、これは本当に膨大な数あると思いますね。その背後にいる、大国が流している情報っていうのも、こっちを見るのとこっちを見るのとでは同じ時点でも全く違う語られ方をしていたりして、まあ、やれそれは化学兵器だったとか、あの部隊はどこどこの部隊だったみたいなものは、表面上だけ見ていると全くわからないので、やはり相互に、僕らの情報収集しているメディアだったり地元の人たちの発言を聞きながら判断をするようにはしています。かつ自分たちで発信する際には、やはり現地に行って自分たちで見てきた、自分たちで感じたものを、母体にして喋るしかないぐらい混乱が続いている状況だと思います。はい、で、先ほどのちょっと説明から続くところなんですが、実は昨年の10月に今皆さんに地図で見ていただいているシリアの北東部にトルコが侵攻した直後に、このシリアの北東部を私たちも訪れました。で、こちらの写真がですね、トルコ国境から、わずか2キロほどの、これ皆さんなんとなく中を見てみて何に使われていた建物なのかっていうことをお分かりになりますか。ね、机があったり椅子があったりするので、あ、学校だっていうふうにすぐお分かりになる方いらっしゃると思うんですけれども、こうした学校だったり子どもたちが集う施設が、攻撃をされてしまったりですとか、あるいは建物が残っているところが、この攻撃によって避難生活を送っている人たちの避難所になっていたりします。で、実はこのトルコからの攻撃を受けて、このシリア国内で避難をしている人たちだけではなくって、隣国のイラクに逃れている人たちもいます。で、ここからですね、イラク編ということで、この隣国のイラクも密接に関わり合っているので、ここからお話をしていきたいと思います。ちょっと今の話、地図を見ながらだと分かりやすいですね。で、シリアの北東部、そしてイラクの北部というのがクルド人の居住区でつながっていますよね。で、この国境を越えて多くのクルドの人たちがシリアからイラクにトルコの攻撃から逃れようということで、1万人以上の人たちが逃げてきたというふうに言われています。
でこちらがですね、そのシリアからイラクの北部のクルド自治区に逃れてきた人たちのキャンプなんですけれども、あれ急ごしらえにしては電柱があったり電線があったりしているなというふうに皆さん気になる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、で実はこれですね、以前からイラク国内で IS の手から逃れてきた人たちのイラク国内での避難民キャンプだったんですね。で IS が一大勢力ではなくなったので、あ、よかった、ようやく家に帰れるというふうにこの避難民キャンプが役割を果たし終えたと思いきや、今度ではシリアでの混乱があって、今度はシリアからの難民を受け入れるキャンプということになりました。バラダラッシュ難民キャンプといいます。1万人以上の方々がここで暮らしている状態でした。これ昨年の10月の時点ですね。でこのキャンプで出会ったのが、皆さんに今見ていただいているのがタマラちゃんという赤ちゃんなんですけれども、女の子です。で彼女はですね、わずか生後7日で国境を越えてこのシリアからイラクへと逃れてきました。で正式な例えば出国許可入国許可なんかを待っていては、もう目先に迫っているトルコからの攻撃から逃れられないということで、多くの人たちが例えば一人数百ドルブローカー、いわゆるこう密輸業者ですね、密入国業者にお金を払ってで大金をはたいて国境を越えてこのキャンプまで逃れてきます。なので密入国なので、赤ちゃんが泣いちゃったらどうしようどうしようということで、お母さんたちもハラハラしながら逃れてきたそうなんですよね。で今抱っこしているのがですね、お母さんのグルビンさん、まだお若いお母さんで18歳なんですけれども、タマラちゃんまだ生後間もないので目がよく見えてないんですよね。なのでタマラちゃんがいつか目が見えるようになった時に、その目に映るのが醜い争いではないようにということがお母さんだったりご家族の願いです。でそれからもう一人皆さんにご紹介をしたいんですが、このシリアからこのイラクの北部に逃れてきているクルドのご家族の中でサラちゃんという女の子に出会いました。8歳の女の子です。でサラちゃんはシリアの北東部のカミシリという町の出身なんですけれども、でトルコがいよいよ侵攻してくるという時に、上のお兄さん2人と路上、まあ、サラちゃん自身は家からこう路上に出ようとしていた最中だったということなんですけれども、でその時に突然トルコ側から砲弾が飛んできました。これが実際のシリア北東部カミシリでサラちゃんたちが砲弾を受けた現場なんですけれども、皆さん後ろ背景をご覧になってお分かりになりますかね。もう破片がこう飛び散って壁に当たってその跡が残っている様子が皆さんにも伝わるかと思います。で手前の水たまりになっている穴がちょうど砲弾が落ちてきたところですね。で一番上のお兄さんのムハンマド君がその砲弾に当たってほとんど直撃でしたね。即死の状態で病院に運ばれました。でそして下のお兄さんアフマド君が固めに重傷を負いました。そしてサラちゃん自身もこうして右足を切断、そして残る左足も骨がぐちゃぐちゃの状態で搬送されたの で今後歩けるようになるのかそうではないのかということが手術とリハビリ次第で決まっていきます。でこの時ですね、実はサラちゃんのお母さんが一生懸命こう取材に答えてくださったんですけれど、というのもお父さんも一緒に避難はしてきているんですが、お父さんがお子さんを亡くしたりお子さんが傷ついたショックで失語状態、声が出ないという状況になってしまったんですね。なのでお母さんが当時の状況というのを一生懸命伝えてくれたんですが、サラちゃんたちがこうして怪我をしたのが、もうこの町にいたらダメだ、避難しようっていうふうにこう準備を進めていた最中に起きてしまったんですよね。でお母さんがおっしゃるには、私の人生っていうのはあの時のたった5分で粉々に壊されてしまいましたって、で今は死んだように生きているけれど、でもサラたちを支えていくために強くならなきゃ強くならなきゃっていうふうにお母さん自分自身にこう言い聞かせるようにおっしゃっていました。でお母さんにですね、日本だったり世界の人たちに何か伝えたいことはあるっていうふうにこう尋ねた時に、その時初めてサラちゃんが私たちに言葉を発してくれたんですね。ねえねえって、私たち子供たち
何にも悪いことしてないよねって、だからもうこんなことやめてって大きい人たちに伝えてって、あの大きい人たちってどういう意味だろうというふうに皆さん思われるかもしれないですが、あのお母さん曰く子供にはねってクルド人勢力とかトルコとかシリア政府とかどんな勢力がこの争いに加わっているかなんて子供たちには分からないからって、だからこういう戦争を始めた権力を持っている人たちを大きい人たちってそうやって表現するしかなかったのよっていうことをお母さんおっしゃっていました。あの大きい人たちって広く捉えてみると私たち大人一人一人ですよね。なぜこうした思いを子どもたちにさせてしまうんだろうか、それをなぜ私たち大人たちは止めることができなかったんだろうかということが私たちにも投げかけられたんではないかと思います。ああここまでと伝えてきてしまいましたが、はい、いかがですか。いくつかちょっと興味深いコメントをいただいてまして、はい、子どもたちに教師はこの状況、戦争の状況ですね、どのように説明しているのでしょうか、教育しているのでしょうか、で伝え方によってはさらに憎しみなどを生むのではないかと思います、うん、まさにその通りだなと思います。まあ、こういった切り口で の, あの取材も今後やっていきたいなと思うんですけど、僕らが出会った中では例えば先ほどもあのちょっと話に出たシリア北部のコバニというところには大学がありまして、そこの校長先生はですね、やっぱりあの我々はこう民族だとか国だとかで戦争したいわけではないんだと、で今せっかく少し落ち着いた社会状況になっているのでこの場所が戦争を、したくない人たちの、きちんとした暮らせる場所になってくれたらいいなっていう思いを語ってくれました。ただあの実際にはそういった、考えを持った先生たちだけなのかというとそうではなくて、僕らの友人が、シリア北部に住んでいるんですけれども、その子が今4歳とかなのかな、であの今後小学校とかに上がるときに学校に行かせたらその思想に染まってしまうんじゃないのかということが怖くて、やはり国内では育てられない、できたらこの子のために、国外に出たいんだっていう話をしてくれたお父さんもいます、うん、そうですね、イデオロギーを学ばせるために子ども学校に行かせるんじゃないというふうに考える親御さんもいます、それからですね、イラク国内のキャンプ地の情報をシリアの人はどうやってニュースしているんでしょうかということなんですけれども、あの避難する方例えば携帯のメッセージだったりですとかスマートフォンでいろんなこう情報のやり取りをしているんですね。で時々ですね、難民なのにどうして携帯電話持っているのっていうふうにこう非難するような声を聞いたりするんですけれども、難民の人たちにとっては実は情報っていうのがライフラインで水と食料と同じぐらい実は大切なものなんだということはあの理解をしていきたいところだなというふうに思います。あとはですね、学校や子どもの施設などがターゲットにされやすいということを聞いたことがあるんですがということなんですが、あのこれは非常にあの卑劣なことではあると思うんですけれども、例えば病院だったり学校を破壊することによって相手にその物理的なダメージだけではなくて、あ学校さえ壊された、病院がなくなったらどうしようっていうふうにこう精神的なダメージを与えるという目的でそういった攻撃がなされることもあります。でそういった攻撃で犠牲になっていくのがサラちゃんたちのような子どもたちであることもありします。ただあの昨年の12月にですね、このシーア、あごめんなさい、イラクの北部、もう一度取材に出向いているんですけれども、その時に実は少し私にとって嬉しい再会もありました。ちょっとスライドに戻っていきますね。はい、暗めの写真で申し訳ありません。あの本当に暗い場所なんですが、真ん中にぼーっと女の子が、ピンクのスカーフをかぶっている女の子ですね、皆さんから見えるかな、なんとなく見えるかな、ぼんやりとでいいんですけれども、で彼女はこれ2016年当時の写真なんですけれども、マルワちゃんという女の子です。でこの当時16歳でした。で皆さんにこの16歳という年齢を覚えておいていただきたいんですけれども、でマルワちゃんは皆さんのシリアの中でアレッポという町の名前聞いたことがありますか、ね、アレッポ石鹸なんていうふうにさっきコメントで寄せてくださっている方もいましたが、特に激戦が展開されてきた町の一つです。でこのアレッポから避難しているご家族の一員でした。でこれお部屋の中なんで暗いかっていうと、でこの辺り避難生活を送っている人たちがわっと集中しているエリアだということもあって、で水だった
ったり、あとは電気だったり医薬品だったり、こうあらゆるものが不足しているエリアなんですね。でこの日もこうバチンと停電になってしまって、でこうしてマルワちゃんが持っている小さな明かりだけを頼りにして、家族が家事をしたり食事をしたりしながら一晩を過ごしていきました。でこの時私も実はステイ、泊まらせてもらっていた夜だったんですけれども、ちっちゃいアパートの部屋の中に家族川の地でぎゅうぎゅうで寝るんですね。で明け方まだ太陽の光が出る前だったと思うんですけれども、こう何かこう周りがざわざわざわとし始めて、なんだろうっていうふうに起きたら、お母さんがこう私の肩をポンポンってこう叩いてこう言ったんですね。で大変よって、マルワが産気づいた、子供が生まれそうって、先ほど年齢を私申し上げたと思うんですけれども、16歳という、実は難民のご家族の中には、例えば娘さんを嫁がせることによって経済的な負担を減らそう、あるいは独身でいる娘さんが人身売買のターゲットになるかもしれないということで、結婚を早めていく女性たちが非常に多いんですね。でマルワちゃんも15歳で結婚して、15歳のうちに一度の流産を経て、でそして16歳で臨月を迎えている女の子でした。でお医者さんたちもお母さんの年齢が若いということで非常にこう心配をしたんですが、はい、こちらの写真が2016年の5月にマルワちゃんに生まれました赤ちゃんです。サラちゃんと言います。彼女もサラちゃんという名前なんですよね。女の子です、ね、この写真を撮って赤ちゃんって本当にねここ赤いんだなというふうに私も思ったんですが、こちらがもう生後2、3時間ぐらいの時の写真だったと思います。で次の写真がこれが半年後ですね。でかい ねお分かりになりますでしょうか。紫色のスカーフをかぶっているのがお母さんのマルワちゃんで、その隣に、真ん中にいるのがサラちゃんで、その隣にいるのがマルワちゃんの妹のラーバちゃんですね。で実はこのご家族とはしばらく再会が叶いませんでした。というのも、より安定した仕事を求めてということで、トルコに農業の仕事を得に行ったんですよね、ご家族揃って。でところが先ほど皆さんにお伝えした通り、トルコがシリアに攻撃を加えるようになって、自分たちの居場所がまた失われてしまってということで、このイラクの北部に再び避難生活をするために戻ってきたということになります。世界のどこにもその自分たちの居場所がないというふうにマルワちゃんのお父さんも何度もおっしゃっていたんですが、昨年の12月に再会が叶った時の写真がこちらです。お分かりになりますか。4年ぶりにお会いしたので、もう一回写真を戻しますね。同じ構図です。これが2016年の9月ですね。こちらが昨年の12月。わかりますか。マルワちゃん、サラちゃん、マルワちゃんの妹のラーバちゃん、あれもう一人はというふうに思われるんじゃないかと思うんですが、この赤ちゃんが実はサラちゃんの妹ちゃん、もう一人妹が加わりました。はい、本来であればこうやって赤ちゃんが生まれたり娘が生まれるっていうことはお母さんたちご家族にとって喜ばしいことだと思うんですが、でもやっぱりマルワちゃんに限らずお母さんになる難民の人たちから何度もこう後ろめたさをこう伝えられてきたんですね。こんな状況で子供産んでいいのかなって、こう幸せに育てられるのかなって。なので本来は家族にとって喜びであるはずのものを罪悪感に変えてしまうというのが戦争の過酷さ、あるいはこう残虐さではないかというふうに私自身も感じてきました。で今日はこうしてシリアの取材に関しては北東部だったりクルドの人々の取材報告をしたんですが、実は今非常に過酷な状況にシリア国内であるのが、シリアの政権だったりあるいはロシアの攻撃にさらされているシリアの北西部なんですよね。でその周辺の取材に行けないというのが今非常にこうもどかしいんですけれども、再びこう国境が閉ざされることがなくなった時にまた新たな取材を考えていきたいというふうに私たちも思います。
でここまでですね、今まで主にシリアあるいはクルドの人たち、うん、そしてそれに関わる、イラク国内のお話をしてきましたが、ここでですね、少しこのイラクの北部自体のお話も皆さんに触れていきたいと思うんですね。こういう中東で起きていることって私たち日本からすると遠いこと関係ないことっていうふうにこう感じられがちなんですけれども、もう一回ちょっと皆さんに地図をお見せします。イラクの北部がですね、こちらは正式な自治区となっています、クルド自治区になっているんですが、で実はここ自治区になるまでに様々な、困難がありました。で特に1988年、今から32年前ですね、サダム・フセイン政権時代なんですけれども、まだでそのサダム・フセイン政権によって1988年にクルド人たちが迫害だったり虐殺を受けて、その虐殺によって命を奪われていった人たちが18万人にも及ぶというふうにされています。で今皆さんに見ていただいているのがハラブジャと呼ばれる町なんですけれども、ここではサダムフセイン政権によって化学兵器が使われたことによって1日にして5000人の命が奪われてしまった町なんですよね。で今年の3月16日って皆さん何が報道された日かって覚えてらっしゃいますか？今年の3月16日というのは相模原事件の判決が出た日なんですよね。で事件というのは障害者はいなくなれということで殺人事件が起きてしまった事件だったと思うんですが、同じ3月の16日32年前の3月16日にはクルド人はいなくなれということでこのハラブジャの町で虐殺が起きました。で今皆さんに写真で見ていただいているのがサイードさんというお父様なんですけれども、サイードさん自身は24人の家族をこのハラブジャの町で奪われてしまったお父さんです。でなぜ皆さんにこのハラブジャのお話をしたかというと、実はこのハラブジャの町というのは皆さんお分かりになりますか？一番上の看板を皆さんに見ていただきたいんですが、広島通りと呼ばれる通りがあります。ちょっと拡大をしますね。ヒーローの方のスペルになってるんですけれども、広島通りという通りです。ここはですね、日本の平和を祈って3年ほど前にハラブジャの人たちがこのストーリーをそういうふうに名付けたそうなんですね。でこのハラブジャの町では自分たちも大量破壊兵器の被害で多くの人たちの命が奪われた、で日本でも原爆によって多くの人たちが犠牲になった、じゃあ8月はこのハラブジャから広島長崎の人たちのために平和を祈って追悼の祈りを捧げようじゃないかということで、毎年のように実は追悼集会をしてくださっています。でこちらの写真がサイードさんのご家族なんですけれども、サイードさんのお父さんもう90歳近いんですが、実はですねリアルタイムに1945年の8月に原爆が落とされたというニュースを聞いたということを覚えてらっしゃるんですよね。でサイードさんのお父さんがおっしゃるには、私たちがその広島だったり長崎の人たちその平和を思うように日本からも私たちの平和を願ってほしい、でこうやって世界中に友達を少しずつ増やしていくことによって自然と敵って減っていくんじゃないかということをおっしゃっていました。こういうふうにですね、遠いと思われがちな地から国籍を超えて国境を超えてこうして祈りを捧げてくれる人たちに実は何度も出会うことがありました。じゃあそれと同じぐらいの強さで私たちは日本から平和を願えているんだろうかということは私たち取材者にとってもこう課せられた宿題だなというふうに思っています。はい、というわけで一連の取材報告はここまでで、もう少しだけあるんですけれども、いただいたコメントに少しお答えしたいなと思います。ご家族も含め心に大きな傷を負ってしまった人々のメンタルケアのシステムは現地にありますか、うん、非常に重要な、問いかけだと思います。で戦争に限らずまさに今
こう広がっている新型コロナウイルスのことでもそうですし、自然災害でもそうなんですけれども、どこかで区切りがついて外面的に終わったように思えても、その人の心の中ではずっとずっと繋がっていく、続いていくっていうことがあるんですね。実際にトラウマ研究 の, 先端の資料では、そのトラウマというものが万発性、何十年も経ってから出るということも指摘されていますし、そのトラウマを発症した人たちが周りにいることで世代を超えて世代間伝達ということも起こり得るということをおっしゃる先生もいます。でそんな中でもちろんこの心のケアというものが欠かすことができなくて、イラクの中では僕も知っている団体で心のケアをやっている人もいますが、やはり物理的な治安が悪化してしまうと、きっちりその心のケアに向かう時間が取りにくいということはあるんですよね。で難民キャンプの中にいる方たちにとっても、病院とかそういった医療を受けられる機会というのは限られていて、全く十分ではないというのが現状です。でこれは本当にこの中東の地に限らず、さまざまないろいろな最悪であったり、人生の苦しいことがあった時に足りていないものとして、日本でも同じことが言えるのではないのかなと思います。はい。それからですね、どうしてこういう地域で子どもを産む、どうして生きることが大変な地域で子どもを産むのでしょうかという質問があったんですけれども、もちろんですね、その文化的に例えばファミリープランニングについてオープンに話そうとか、バースコントロールをしようということが公に話せないというカルチャー的な問題はもちろんあるんですけれども、ただ女性たちが子どもを産むということ自体が悪いわけではないですよね。で自分が子どもを持ちたいだったり、家族を持ちたいという願いというのはどんな地であってもこう尊重されるべきで、問題なのは彼女たちが子供を産むということ自体ではなくって、それを支えることができない環境そのものだということは私たちは理解をしておきたいかなというふうに思っています。はい、いろいろコメントいただいてますが、また最後でちょっとまとめて少しねお答えできたらなと思うんですけれども、うん、その前に一つ、また、最近の映像を見ていただけたらなと思います。グローバルインタビューというですね、YouTube チャンネルの番組をまた新たに最近作ったんですけれども、この COVID-19、新型コロナウイルスの世界的な流行で貧困とか紛争の現場にいる人たちにはどういった影響があるのだろうかということを、現地の、シリアからサラーさん、イラクからバルザンさん、ともに僕らの取材パートナーなんですが語っていただきました。ご覧ください。سلام من بارزان لشهر سليماني كردستان عراق جمالي توجباني فيروس لحرمي كردستان تاوكو ام دقيقه 204 دكسة كدولو كسانة جيانة دز داو وجمالي كسانة كتاك من دوزيات اللي حفتها 5 كسانة مجلس كدوك زور باشا بو كردستان حكاركاني كمبوني الرياجي توجبوني فيروس ولطاني دي كده كرتو بوي كالسارة تاي بلابوني فيروس كده قد اغياتو بطواتي راقين درا بشوية كزياد لحف دبو هاش دروش دبي قد اغياتو بطواتي لسرزم شعر وشعر وشعر سرزم قندا كان راقين درا وسرزم بازار ومول ومزقوتو تشاي خانو كافترياو كنيسة كان داخراون سرزم كوبنو كان داخراون داون بشوية كي طواتي لسرزم قندن كو نام دكاني خوندنو زنگو كان بهمو شوية داخراوا اتموسفيري ناو شكيما بشيوكي قشتي زور كاي قيلة سر خلقي هيا خلقي هزا بيزاريكي زور دا كان چونك بطاعتي بازار و كولان دوكان شونا كان چولن و ام فيروس هاس نفهم كاري قريكي وطول لسر شاري ديجي داعش هوا بيلا بروي سرزن بيج مراكاني كردستان لدوام كردني خواهن برداوم لسر سنورا كان خاريكي پاراسني سنورا كان هرمي كردستان و برداوم لشار كردنا ديجي داعش تا و شتیکی دیگه من تنها یک مسئله که میخوام به همون خاطر جان تکه ل مال کن تا به من آتش کنم پیمای ل استای باشتن واکسن باشتن چه اساس دژی ام ویروس بریتیل ل منو ل مال کن تکه ل مال کن تا به من آ Hello, I am Salah from Syria. We'll talk about Corona COVID-19 in Syria. The cases recorded in Syria according to the Syrian Ministry of Health are the following: 19 till today, death 2, healing 3. The Syrian regime and civil administration began to impose curfews and staying at home to prevent infection. In the civil administration areas in northeastern Syria, no cases have been recorded yet. The most difficulties we are facing in Syria is the high price of personal protective equipment, masks, gloves, and etc. And the big lack of this equipment from the local market. We will talk about the cases
recording to in the camps, IDP camps. There is no cases recorded in the camps till today, as we talk about corona with the self-administration and camp management. Corona is affecting the economic, especially on the people with limit incomes who depend for their livelihood on daily work. The lack of medical equipment and sanitary rooms in the hospital is a major concern and fear in the event of major outbreak in the country. State institutions have sterilized streets, buildings, and medical points to reduce the chance of disease spread. Stay at home, be safe, protect yourself and your family, protect your country. Thank you very much. はい、見ていただきました、はい、でこのグローバルインタビューでは他の各地の取材も、させていただきまして、実際に現地の方の肌感覚の声をお聞きいただけるのではないのかなと思います。はい、事前にいただいたご質問でもですね、非常にこの COVID-19 の、新型コロナウイルスの影響どうなんだろうというふうに懸念される声があったので、その一端としてこの動画を見ていただいたんですが、ただ冒頭でも申し上げた通り、例えば難民キャンプで感染者が出てしまったらどうしようとい こう懸念だったりですとか、あるいはその今命の危険が差し迫っているという人たちが逃げ場を失ったりということが、非常にこう切実な問題として起きてきてしまっています。はい、ここまで見ていただきましたが、あっという間にもう4時を回っていて、しかも皆さんずっと視聴くださっているというありがたいですね。あと30分弱になってしまいました。はい、で、はい、ちょっと厳しい話というか深刻な話が続いたので、中東ってなんか怖いところだなと思ってしまった方もいるかもしれないですけれども、まあ、もちろんコメントの中にすごく優しい人たちのいるところだよっていうコメントもいただきましたが、うん、本当に魅力的なところなんですよ。ちょっとここで写真をご覧ください。はい、できればそうなんです、ただ単に例えば紛争のあるところとか、あるいは危ないところっていう風に感じてしまうと、何かこう自分と遠ざけてしまうところがあると思うんですね。でもやっぱりこう日常だったりですとか、あるいはその文化、手触りのある営みっていうのを皆さんにここからお伝えしていきたいなと思います。はい、本当はこれだけで2時間ぐらいちょっといろいろ話してるね。今日は足で写真を選ばなきゃいけないですね。ちょっと食べ物ちょっと行きたいところですね。はい、はい、はい、これなんだかわかりますか？野菜をくり抜いた中にトマト味のピラフのようなものなのかな。家庭にちょっとね、よってちょっと味付けは違いますけれどね。はい、割と一般家庭でいただけるものなんですけれども、それがまた家によって作り方が違ったり、もうその味がたまらなくて毎回の、ね、お友達の家に泊まりに行くのは楽しみです。それからヨーグルトですね。そうですね、もう乳製品はもうさすがのメソポタミアですよ本当に取れたてのミルクそのまんまで作るヨーグルトっていうのはどこで食べても本当に美味しいですし、水牛の絞りたてのミルクの上澄みのクリームの、ゲーマっていうチーズはもう足が速いものなの運べないんですよ。そこでしか絶対食べることができなくて、それを毎回出してくれるイラク北部のホテルがあって、取材前にはいつもそこのね朝食でそのチーズを食べるのが楽しみだ。 そこに蜂蜜をかけてねこうパンにすくって食べるんですよね。そうなんです。で日本ですと甘いヨーグルトが多いと思うんですけれど、これ結構食事の前とか食事中に出てきたりしますね。割と氷ガコって入れてクイッと飲んで、塩味、 塩っぽいですよね、うん、であとやっぱりこの地域で欠かせないのは私はこれだと思うんですよ ね、 ザクロです。ザクロです。でこれですね、ジュースにして飲んだりもするんですけれど、サラダにまぶして食べたりとかもねありますよね。というもう本当にフルーツとか野菜はかなり新鮮なものが多くてですね、やっぱり本当に肥沃な三角地帯と言われ三日月地帯と言われていたのは本当なんだなと思いました。でこれ一個面白い写真なんですがこれなんだかわかりますかぐるぐる火の中で回っているもの、はい、これ実はひまわりの種をいってるんですけれども、このいってる機械 何で作ってるのかって言ったら、中古の洗濯機を解体している機械にしたんだって言って豆いびきみたいのを作ってるんですよ。いや、そういう工夫だなと思いますが、ね、そこは知恵の絞りどころですよね。はい、これなんかもちょっと見ていただきたいのが床屋ですね。床屋も本当街中あちこちにあって、まあ、すごく安くできるのと、あと皆さんかなり頻繁に髪型気を使われて整えに行くので、僕なんか今日は割と
短い方ですけれども、もともとこうボサボサもじゃもじゃ頭がデフォルトなので、その状態で向こうに行くとですね、いやそんな格好悪い髪型しないで髪切れということで、いつも連れて行かれクルドカットという、はい、ここ全部ね刈り上げて、これ手前の赤いシャツを着てるあの、ね、お兄さんがクルドカット、もうみんなネイマールみたいみたいな状態ですよね。横刈り上げて上はジェルでがっちり固めるっていうのが今の最大の流行りですね。はい、あとはですね、皆さんにお見せしたかったのが、こちらの写真がですね、シリアの北東部で、あの家の周辺の戦闘が収まって久しぶりに家に戻ってきたというご家族なんですよね。でこちらのお母さんがですね、やっぱり家庭菜園は最高だと、あのほらあんたも食べなさいよっていうふうに足元のこう野菜をこうむしってちぎってこう私にこう渡してくれているところなんですけれど、この後衝撃の事実が発覚しまして、ここお母さんのねお家じゃないんですよ。これお隣の家の方でですね、もう自分の家の庭かのようにこう野菜をこう楽しんでいらっしゃったんですけれど、なんかその寛容さがこう安心するなというところがあります。お茶飲み文化とかが本当いいですよね。もう向こう行くととにかくお茶を勧められるので、とにかくトイレが近くなるんですけれども本当にあの家行くとお茶飲んで、お茶2杯目出てくる、3杯目出てくる、その後気がついたら夕ご飯も用意されていて、夕ご飯食べ終わったらじゃあ泊まっていくよねと、パジャマが出てくるってしまうという、すごく本当に温かい人たちがですね。はい、はい、これモスクの、写真です。モスクというとなかなか日本では行かれたことがないかもしれないですけれども、日本のお寺のようにあちこちにある状況を思い浮かべていただけたらなと思います。でそこに地域のコミュニティの人たちが集まって、まあ、礼拝の時間を過ごしたり一緒にレクリエーションをしたり、で僕はここ友人が行ってるモスクなんですけれども、まあ、IS のことがですね世界であちこちで報道されて、ムスリム怖い、イスラム怖いなんてこと言われてるけれども、そうじゃないんだと、私たちはこれだけ平和的に集まって平和を祈っている人たちなので、ぜひ見に来てほしいということで、これムッラーっていういわゆるこうコーランとかをですね読んだり唱えたりする人の前の神様をのいる方角の壁なんですよ。いわゆる御神体みたいなものってイスラム教にはないので、メッカの方向にこう壁がへこんでいる穴みたいなところがあるんですけど、お前そこから取っていいかということでここに入れさせてくれたという非常に寛容な方々で、はい、この後ご飯もご馳走になり帰ってきました。あとですね、今ご質問でいただいているのが、逆にお二人は日本のこと、日本の文化どんな風に伝えていますかということなんですけれど、私がよくやるのがですね、現地の方々のお名前を漢字で書いてその紙をこうプレゼントしたりします。で日本語っていうのは簡単なのかということを言われるので、まずひらがなが何文字あって、こうカタカナが何文字あって、漢字が何千字ありますって言うと大体ドン引きされますできるわけないって言われるよね。はい、ですね、あとこちらの写真がですね、これ佐藤さんの写真ですかね。はい、はい、ノールーズという3月の21日頃なんですけれども、これクルドの人たちのお正月にあたります。でその前日の3月20日にこうやって、まあ、これは地域によってお祝いの仕方が少しずつ違ってきたりするんですけれど、これがシリアの北部のアクレという町ですよね。でみんなこうやってトーチに火を灯して山の上にこうして登っていく、本当はこれ今年の3月も行きたかったんですけれど、そもそも COVID-19 新型コロナウイルスの影響でこのお祝い自体が今年は叶わなかったということですよね。他何かあるかな、それぐらいかな。ちょっとモスクのこの、はい、これモスクの外側の写真なんですけれども、子どもたちが、すぐ横でサッカーをしています。イラク北部の、あるモスクですね。でこれ時間帯がなんと深夜1時ぐらいです日中実は本当にイラクは真夏の時はですね50度60度近くなるような、温度なので、日中あまりこう外に出て歩くっていうのは結構致死的な危険な状況なので、日が沈んでから人々が動き出すんですね。で本当に12時近い、日が変わる時刻に近くなってきても子どもたちが出てきて平和にサッカーができるぐらい本当に落ち着いているところは、もう生地こう日本を歩くよりも安全なんじゃないかって感じるようなところがたくさんあります。で安田の写真、シリアの写真にもあったように、この緑の光っていうのが平和を祈る光なんだっていうことを知っていただくと、なんとなくのこうイメージの、イスラムっていうイメージの中にその平和を祈る宗教なんだなっていうことが片隅でも残っていただけると嬉しいです。はい、取材をさせてもら
う人たちにどのように出会うんですかというご質問をいただいているんですが、本当にこう様々ですね。例えば現地で非常にこう根付いた活動をしていらっしゃる NGO の方々を通して出会うこともあれば、で一度そうやって誰かにつながると、その友達、そのご家族、その親戚というふうにこうどんどん縁を広げていただくことがあります。でたまたま出会う人にこう気さくに声をかけられたりということもありますよね。はい、今ご質問でですね、子どもたちもスマホを持ってるんですかというので、ちょうどいい写真があった気がするんですが、こちらですね、持ってますね、スマホ撮る人を撮られているそう、僕ら行くと向こうでは珍しい東洋人だと思われるので、あちこちでこうセルフィーを求められるんですけれども、子どもたちも割と持ってる子は持っていたり、いわゆる紛争地だから生活水準がひどいんじゃないのかっていうと、そうではなくてですね、もちろんフロントラインに近かったり、実際に爆弾が落ちてくる地域は、大変な生活が続いていますけれども、戦火の及んでないところではまさに普通の生活をしています。みんなテレビも見ますし、ゲームもやるし、往年のシリアではですね、日本のアニメなんかもものすごく有名なので、キャプテン翼がね、はい、ものすごい流行っていて、現地ではキャプテンマジット、キャプテンマジットっていうんですけど、それが当時夕方の4時から4時半ぐらいの頃やってたみたいなんですけど、その30分間ぐらい街から子供が消えるという、みんなテレビを見に帰ってしまうというような現象が起きたぐらい実はそういったエンターテインメントを通して日本のことを知っている方非常に多いです。はい、ということでですね、取材報告はほぼ以上となるんですけれども、はい、皆さんからですね、事前にあとリアルタイムでもですね、いろんなご質問いただいているので、最後にお答えしていきたいと思います。これですね、事前にいただいたご質問なんですが、例えば現地での教育だったりですとか、これ深刻ですよね、身体障害、発達障害がある子どもたちはどのように過ごしているんですかということで、実際にその先天性だったり、あるいはその後からこう、障害を負ってしまったりという子どもたちがいるんですけれど、どうしてもですね、例えば緊急時なんかも水、食料だったり、まずこう目先の命をつなぐという支援が優先されてしまいます。でそれは段階によって違ってくると思うんですけれど、でそのまず命の危険性から逃れて安全を確保するという次の段階から、じゃあ教育はどうしていくって、社会の中で取り残されがちな方々にどんなふうにこう支援を届けていくという段階になると思うんですけれども、でそこから例えばその何か攻撃があった直後だったりっていうのは、世界のこう目が届きやすい、ニュースとして取り上げられやすいんですけれども、その後こう一気にこうガクーンと報道が減ってしまうんですよね。で本当は教育だったり、あるいは障害者の方々の環境を整備するというのがそこから必要なはずなのに、そこにこう世界からの関心がなかなか追いついていかないということで、これは現地でも大きな課題になっています。だからこそ長い目でこうして伝え続ける必要があるというふうに考えてます。はい、でちょっとそれに関連してですね、そういったことに興味を持っても、例えばイラク、シリアの情報を普段どのような形で、僕らがキャッチしてますかと、でリアルタイムのご質問でも、例えば BBC 以外にどういったところで情報を探したらいいでしょうかっていうものがありましたけれども、どの報道機関、どのジャーナリスト、どの個人であっても何かが真実ということは絶対ないと思うんですよね。情報っていうのは自分自身で何かを考えるためのツールであって、なるべく多角的な声を、聞いて自分なりに考える方がいいと思うんですけれども、中東ではですね、これも質問にあったんですけど、個人で SNS などを通じて現場を発信している個人はいないのか、います、そういったジャーナリストもたくさんいるんですが、こと中東のことに限って言うと、一つ壁になっているのがアラビア語だということなんですよね。他の現地語のこともありますけれども、英語圏の情報と比べるとやはりアラビア語の情報ってのは圧倒的に少ないです。ただそういった中でも、今はアラビア語とか現地語、クルド語など主体のメディアでも英語のサイトを持っていたりして、でそういった英語サイトを各々比較する中で僕らも情報を集めてますし、今は本当に簡単な翻訳機能を使えば概要をつかむということができるので、そこをたどっていくことでより細かな情報に接するということもできるのではないのかなと思います、はい。あとですね、難民支援をするには何から始めたらいいんですかというご質問をいただきました。これ事前にいただいているご質問の日本から
できることというのにもつながってくると思うんですが、例えば日本にベースを置きながらその海外での難民支援を続けている団体も今実は軒並み苦しい状況にあります。でこの COVID-19 その新型コロナウイルスの影響を受けて例えば外出が制限されてしまったりですとか、あるいはそもそも日本人スタッフが日本に帰ってこなければいけないということもあって、で資金がそこに集まらないという問題もあります。でなのでそういった団体を通して支えていくということが一つですね。でよく募金をするだけでいいのかなとか何か具体的なものを送った方がいいんではないかというご質問もあるんですけれども、例えばその現地でどんなニーズがあるのかっていうことはやはりこう現地にいらっしゃるスタッフさんが一番肌身で感じていらっしゃると思うんですね。でそのやっぱりこう認識とずれたものを私たちが送ってしまうよりは資金があってで現地でのニーズに合わせてその資金を使ってニーズに合うものを提供できるということの方が届く支援になっていくと私は思っています。でそれからその日本からできることでいうと日本にも多くの難民の方々が逃れてきているんですよね。今それが、COVID-19 のその影響によってフライトが止まってしまっていてそもそも逃げてこれないということもあるんですが、で例えばその日本に暮らしている難民の人たちの中でもこう日本語が第一言語ではないということで情報カレットの残されてしまったりですとか、不安定な職種についているので仕事を失ってしまったホームレス状態になってしまうという方々も今そういった状況が懸念されています。なので日本にいる難民の方々を支援団体を通して支えていくということも私たちにできることではないかなというふうに思います。はい、はい、たくさんのご質問いただきましてですね、本当に皆さんすごい関心が高くてすごく嬉しいですし、何か今後僕らの活動にもフィードバックをたくさんいただいている気がします。残念ながら全てのご質問に答えることがちょっと今回できてないんですけれども、いただいた質問の中で、僕ら、佐藤安田僕たちにとって平和ってどういうものですかと、もちろん平和っていうのは個々人それぞれ違うものだと思いますけれどもどう考えていますかという質問があったので、ちょっと最後にそれを考えてみたいなと思いますが、どうですか？私からですか？そうですね、平和ってただ単にやっぱりこう戦火が戦争状態ではないだったりですとか、あるいは砲弾が飛んでこないという状況ではなくて、たとえ自分の頭の上に砲弾が飛んでこなかったとしても明日のやっぱりこう目標が抱けないとか明日の生活がどうなるのかもわからないというふうにこう絶望感の中で生きている方々がいる限りそれはやっぱりこう平和というふうには言えないと思うんですよね。で明日を例えばこう迎えるというのが決して怖くない、そこに恐れを抱かないという状況が私が思うこう平和だと思います。でそのためには本来例えばこう家族を持つだったり子供を産むだったりそうやって本来であれば喜びであるはずのものが後ろめたさになってしまう、先ほども申し上げた通りっていう状況を変えるための支えというのがあるということは望ましいんではないかというふうに思っています。はい、はい、僕の答えはすごくシンプルなんですけれども、やっぱり世界中の人が自分自身で幸せだと感じれないときは僕も幸せ 100% の幸せにはなれないなと思っています。でこれは僕の大好きな詩人童話作家の宮沢賢治さんの言葉なんですけれども、本当の幸いとは何かということを突き詰めたときに、例えば自分が知らなくても世界の裏側で誰かが苦しんで死にかけていったとしたら、それを耳にしたときやっぱり僕らはどこか呵責を、両親の呵責を感じてしまう。本当の平和とか幸せっていうのはそういった誰か一人のものではなくてみんながそう思えるっていう状態を目指すことなのかなと思います。でこう言うとすごく大きな話に思えるんですけれども、僕ら個人としてできるのは例えば、僕だったら僕の身近な友人とか家族が幸せでいてほしいと思うわけですよね。でその友人のさらに友人も幸せじゃないともちろんその友人も幸せではないということで私の幸せっていうのがだんだん広くなっていくと思うんです。で今この21世紀に入っていろんなテクノロジーがあって今もこういってこう情報ですね、日本各地の方々と交換することができていて物理的な境界を超えて僕にも安田にも世界中さまざまなところに友達がいてたまたま生まれた場所生まれた時代その政治体制であったり社会状況が違うだけでさまざまな困難に直面していたりいつ爆弾が降ってくるかもしれない友達がいるっていうのはやっぱり心苦しいんですよね、こうやって少しずつみんなが人の輪を広げていくことで結果的にはいつの間にか世界中がなんとなくみんなにとって過ごしやすい場所になるんじゃないのかな、そういう方向を目指すことそのものが平和
なのではないのかなと思います、はいはいはい、本当にこうリアルタイムでたくさんのコメントもいただきましてありがとうございます。で最後にですね私たちからもっと例えばこの動画をご覧になって、もっと知りたい、もっと知識を深めたいという方々がいらっしゃいましたら、ちょっと書籍も紹介をしていきたいと思うんですけれども、はい、はい、まずですね、こちらが、これがですね2016年に刊行したものなんですけれども、君とまたあの場所へ、シリア難民の明日というこちらの本です。でこれはですね、シリアの南側の隣国ヨルダンで取材をさせてもらったシリア難民の方々の取材をまとめたものなんですけれども、あれから4年間経って取材をさせてもらった方々の状況というのも変わっていきました。ただ避難生活が長引けば長引くほど人々が例えば置き去りにされがちだったりですとか、その声が届かなくなるというもどかしさというのは、この本を書かせていただいた時よりもむしろ深刻化していると思うんですね。でそういった通じるものもあると思いますので、ぜひ読んでいただければというふうに思っています。はい、はい、そして2冊目は、これ僕らの著作ではないんですけれども、ウェンディ・パールマンさんという中東研究の本当第一人者の研究者の方が、書かれた本の、日本語訳です。でこれはシリアの紛争について書かれている本なんですけれども、何が他の、本と比べて秀逸かというと、人々の言葉をですね、100人近くの、個々人の話をまとめ上げて、この一冊に集めてるんですね。なので、この戦争はこうである、ああであるっていう理屈をこねるのではなくて、そこにある人々の言葉を追っていくことで、本当に肌感覚で自分の等身大でその戦争について考えることができるという非常に優秀な、本になっていますので、もしよろしかったら、ちょっと内容が濃くて、時間がかかるかもしれないですけれども、より深くシリアのことを知りたいという方がいましたら、こちらもお読みくだされば幸いです。はい、で最後にですね、これは昨年刊行した本になるんですけれども、故郷の味は海を越えて難民として日本に生きるという一冊です。先ほど日本に逃れてきている難民の人たちがいるということを少し皆さんにもお伝えしましたが、本当にたくさんの方々が日本にも安全を求めてきているんですね。でそういった方々が日本で手に入る限りの食材を使ってどんな風に故郷の味を再現してるんだろう、じゃあその同じを食べた時にその人はどんなことを思い返すんだろう、じゃあその思い出がたくさん詰まった故郷をなぜ離れなければならなくなったんだろうかということを伝えていく一冊です。で表紙になっているのがですね、今日はちょっとお話できませんでしたが、ミャンマーから民主化運動に携わったということで命を狙われて30年前に日本に逃れてきたタンスエさん、タンタンジャインさんご夫妻ですね。で今やっとの思いで自分たちのお店を持ったんですが、この COVID-19 新型コロナウイルスの影響を受けてお店が危機に瀕しています。でもちろん苦しいのは難民の方々のお店だけではないんですけれども、でもやっぱり命の危険から日本に逃れてきて異国で生き抜いてやっと持ったお店が今危機に瀕しているという状況は私たちももどかしく思っています。でこの本を通してそういった方々がどういう道のりを経てきたのかということをまず皆さんに知っていただきたいなというふうに思っています。はい、はい、ということで、約2時間に、渡り皆様ありがとうございます。はい、で皆さんもご存知の通りこういう状況ですので、僕らも直接海外に取材に行くということはできないんですが、やはり状況が落ち着き次第現地の様子をフォローアップしたいなと思うのと同時に、今現在、オンラインで世界中の友達ともつながって日々情報を交換していますので、ぜひこれはみんなで考えたい、みんなで、共有すべき情報だというものがあればどんどん発信していきたいなと思っています。はい、でですね、佐藤も申し上げた通り、なかなか国内外での取材がかなわないという状況で、私たちも非常にこうもどかしい思いなんですが、ただやはりこうできる限りのこう発信を今できるこう方法でやっていくという、今日もその一環なんですけれどもということに力を入れています。で皆さんにも少しお伝えした通り、 Dialogue for People というのは取材だったりあるいはこういった発信活動が皆さんからのサポート、ご
ご支援によって支えられてきました。で今こういったいろんなこう制約制限がかかっている時だからこそ、あの皆さんからの支えというのが非常に大きいんですね。であのもしあのサポーターになってくださって、こう一緒にこう発信してくださる仲間になってくださるということだと思うんですけれども、あの仲間になりたいというふうに思う方がいらっしゃいましたが、後ほどまたサイトを見ていただければというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、であの今回の、このライブ配信もおかげさまでですね、本当に皆さんとつながってるなという感覚も僕自身得られましたし、このチャットに参加している方同士もなんか一緒にいる感じがあったってすごく嬉しい言葉をいただいていますのでもしよろしかったらですね、この後この配信のアンケートを、皆さんにちょっとお答えいただけたら、ぜひ2回目3回目にも生かしていけたらなと思っています。であの途中でご質問がありました、この動画は配信されるんでしょうかということを閉会の方でも、お返事させていただきましたけれども、ちょっとこの後どういう形でこの映像をシェアできるかどうかっていうのはちょっと検討して、また皆さんにご連絡させていただけたらなと思いますので、よろしければこの D4P チューブの、チャンネル登録をしていただけますと、随時新しい動画が上がった時に見ていただけるのではないのかなと思います。はいはい、ということでお腹が空いてきたという方もいますがですね、中東の牛料理を見るとどうしてもお腹が空いてくるのですが、この週末皆様も、いろんなことを考えながら過ごしてこられたと思います。でまだまだちょっと予断を許さない状況ではあるんですけれども、何かこう全てのことがこう暗闇に落ちていくというわけではないので、僕ら自身の中でできることを一人一人できる可能性を持ち寄ることで今後より良い、社会を作っていけたらなと思います。はい、大丈夫ですか。はい、はい、皆さん本当にこの2時間あの共に会ってくださってありがとうございました。あのこれは本当にいろんなところでお話をしてきたところなんですが、あの今まで中東だったりいろんな地域で出会ってきた方々、特にシリアですねの方々が、言葉は違えどニュアンスが同じなことを何度も言われてきたことがありました。それはあの自分たちを本当に苦しめているのは、例えば自分たちの上に爆弾を落としてくるような勢力でもなく、この IS いわゆる過激派勢力のようなあのものでもなく、これだけのことが起きているのに世界は自分たちに関心を寄せていない、世界は自分たちのことを無視しているという、その感覚がじわじわと自分たちのことを追い詰めてきましたということをおっしゃっているんですよね。でなるべくその言った声に対して忘れるはずがないよって、日本からこんなに関心を寄せている人たちがいるんだよっていうことを現地の人たちにこう伝え返すっていうことをこれから私たちもしていきたいと思います。で今日これだけの方々があのたくさんの温かいそのコメントをくださったっていうのも一つだと思うので、あのこういうことをやったんだよっていうこともシリアだったりイラクだったり現地の友人たちに共有してこう伝えていきたいなというふうに思っています。はい、今日はではありがとうございました。また2回目3回目もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。